増長天は仏教における天部の仏神。墓地区に天項目天多門隆史と共に四天皇の一尊に数えられる。または労六佐とも名称する。三枚屋型は刀剣、矛、種子は美。増長天は四天皇の一体、南方を守る守護神として造造される場合が多い。仏道では本尊の向かって左手前に安置するのが原則である。 その姿には様々な表現があるが、日本では一般に革製の甲冑を身につけた東大の武将風の姿で表される。持ち物は月季の場合が多い。例えば太蔵海曼荼羅では、体色は赤肉色、右手は右胸の前で剣を持ち、左手は拳にして右腰に置く姿で描かれる。そして造長店の前には企業の従者がいて、 両手で剣を持ち跪まいている。また、中国の民間信仰においては青い顔で封剣を持った姿で表される。渦は、鎌倉時代作の四天王像のうちの増長天像で、足元に邪気を踏みつけ、左手に矛を持ち、右手を腰に当てた姿に表されている。本来は、インド神話に登場する雷神、インドラの配下で、 後に仏教に守護神として取り入れられた。二つの住む世界を支える趣味んの四方向を守る四、天皇の一人として、南ルリに住み、南の方角、あるいは古代インドの世界観で、地球上にあるとされた四つの大陸のうち、南戦仏を守護するとされる。また、ハトハンタや、レータといった剣族を配下とする。ありがとうございます。